2021年も残りわずかとなりました。今回は一足早くお正月の雰囲気を味わえる樽酒のご紹介です。蔵から出荷された樽酒は日に日に樽の香りが強くなります。そのため香りの付き加減は酒屋の腕の見せ所。当店では樽酒本来の風味を楽しめるよう料理の味を邪魔しないギリギリまで濃いめの樽香をつけております。樽酒といえばお正月やお祝い事の鏡開きに使われることが多く、普段はあまり飲む機会がないという方も多いと思います。しかし日本酒が一般庶民の間で広く飲まれるようになった江戸時代には全て樽酒だったと言われているのをご存知でしょうか。今回はそんな樽酒を存分に楽しむためお正月っぽくハムを用意しました。ハムといえば今やおせちと一緒に食べるご馳走の定番ですよね。お次も生ハムを使ってもう一品、柿のマリネを作ります。ちょっと固めの柿と薄切りにした玉ねぎ、生ハム、レモン汁に塩コショウとオリーブオイルで味を整えたら完成です。これだけでは少し寂しいので油揚げの肉詰めを作ります。えのき、ひき肉を油揚げに詰め甘めに煮つけたら晩酌の準備は完了です。本日のお酒はこちら、丹沢山純米酒秋峰樽酒。丹沢山純米酒秋峰樽酒は樽酒の中でも極上とされる吉野杉を使い上品な樽香が楽しめる本格派辛口酒です。吉野杉の爽やかな香りとキリッと引き締まった喉越しが美味しい。実は関東近郊では樽酒を好む人が多いとされているのはご存知でしょうか。きっかけは江戸時代に一大ブームとなった灘の酒でした。当時酒を運ぶ容器といえば樽しかなく、灘の酒も樽海鮮と呼ばれる船で何日も揺られて運ばれてきました。江戸っ子たちは知らず知らずに杉の香りがついた酒、そんな酒が美味しいと感じていたのでしょう。ですから今でも関東近郊では杉の香りがしっかりついた樽酒を好む人が多いそうです。逆に関西近郊の人たちは杉の香りがつく前にお酒を消費していたため、現在でもあまり樽香の強い酒は好まれないと言われています。江戸の酒文化の中心となった灘の酒は上方からの下り酒として愛されました。江戸に運ばれないお酒はくだらないお酒と言われ、くだらないの語源となったそうです。一般的に樽酒は冷蔵庫で冷やしたり常温で飲まれることが多いのですが、丹沢山純米酒秋峰は冷酒から常温、土管酒まで楽しめるオールマイティ酒。温度を変えることで合わせる料理を選ばない柔らかさと
後切れの良い酒です。川西屋酒造店ならではの酒舗樽酒は缶もキレッキレのうまさで美味しいです。そしてお正月のおせち料理にはとてもよく合うおすすめの一本です。年末年始のご贈答にも喜ばれる樽酒、春春の祝い酒としてぜひお楽しみください。ごちそうさまでした。